お疲れ様ですまあなんか YouTube に関しましては釣りっぽいのが通用しなくなるんじゃないですかね YouTube の黎明期っていうのはなんか面白そうな動画だなと思ってぺッとクリックするとね音楽がほのかに流れてきて文字がただ上から下にねこうダーっとスタッフロールのように流れてくるだけでこれ動画っていうよりも紙芝居だよねっていう風になってたと思うんですよでもそういうのがいわゆるサムネイルとタイトルで釣られてクリックされて いうう形だったのかなと思うんですよ今はねそういうチャンネルっていうのはあもうこのチャンネルはあれでしょと文字が流れてくるだけでしょって感じで見られなくなってきますしそもそもあれが収益化ができなくなってますんでねだから本当に、えー、ちゃんとしたやつしか駄目なんじゃないかなと思いますしまあ中にはあの動画の風景がこうねただ流れてるだけでそれと無関係な トークを挟んでっていうのもありますけども、そういうのもなんかあんまりね。あの好まれなくなってきたのかな？要するに喋ってる内容と画像がリンクしていて、あのまあ、見やすい聞きやすいみたいな感じなんじゃないですか。それからの音声入力もまあ、上手な人が喋ってるやつは当然受けるんですけども。あの ai のね。あのトークがあるじゃないですか。あれも機械的なトークじゃなくって聞きやすいね。 人間が喋ってるような抑用のちゃんと取れたやつとか、間がきちんと保たれてるような、まあ高度な音声出力ソフトを使ってないと選ばれなくなってくるみたいな感じもあると思いますし、あとそうですね、やっぱりこう、視聴維持率っていうのがあると思いますけども、うん、完全にその動画のファンとか、発信者のファンになってないと、最後まで見てくれないと思うんですよ。うん、だから、引っ掛けて最後まで見せるとかね。なんか、 最後までご覧くださいって言って、肝心なことを引き伸ばして引き伸ばしてみたいなのは、結局、うその再生バーを後ろの方までやられちゃったりとかね、引き伸ばし作戦とか、釣り作戦みたいなのは通用しなくなってきたんで、そういうのに依存してきた人は淘汰されていって、まあなんとなくね、人柄でこうやって顔出し動画だったら見られてるとか、なんか未だにやってんのみたいなやつとかね、うん、なんかふるさとに帰ったの安心感があるような人ってのは残っていくんじゃないかなと思いますね。まあ、吉田さんが言うように、 厳しさを耐えてきた人は別にこれから始まる厳しさもまた同じようにね、なんとかやっていくでしょうし、なんか一瞬のね、あの、隙をついたようなあのチャンネル登録アップとか、瞬間的に収益がなんかわかんないけど、100万いっちゃったって人は、これは苦しいんじゃないですかね。うん。まああの、最近もちょっと目にしましたけども、うん。まあサラリーマンやりながら YouTube やってきて、ドカーンとね、大きく当てたんで、サラリーマン急に辞めちゃったと。 で、YouTube 一色でやろうと思ったら、まあ、一年もしないうちにね、やばいと思って、また、あの、YouTube をちょっと諦めて、そっちの世界に戻っていくみたいなね。うん。だからやっぱこう、コンテンツ販売も、たまたまうまくいった瞬間を切り抜いて、入って売るのは、うん、ちょっとね、サポートに限界が来ちゃったりとかして、結局、信頼を失うところにもなりますし、チャンネル続けできないや、みたいなことになってね、うん、すごく負担だと思いますんで、うん、なんか本当の、 基礎でですすよね、どんな時でも通用するやつとかだから未だにセルフバックをほとんどの人は軽んじてますけどもセルフバックねこの前5万6,000ってのありましたかねカードでそれから住宅展示場も6500円を最大11件いけるみたいなね土日でこんなんもあるわけですようだからセルフバックが一般化すればするほど結局軽んじる人も多くって 真面目に真剣にやる人は減るんで、うん、なんかね、しっかりやる人しか残らないのもそうなのかなと思いますね。私はいつもね、セルフバックをいつもこうやって振り返ってみるんですけども、うん案件変われでも、やることは今でも同じだなと思いました。で、セルフバックを知っていながら、ネットで10万以上稼いだことないっていう人は、やってないだけっていうのが結構多いですね。やった上で、やった人同士の、 レースもありますけどもやってなければそもそもレースのねフィールドに入ってない状態なんでただ観客として見てるだけ客観的に見ていやどうせも分かんないよみたいなねだからひねくれてるだけになっちゃいますんで YouTube も全然これからもいけるんじゃないかなと思うし YouTube が稼げなくなったって言ったら YouTube 自身が困りますからね やっぱ YouTube は稼げますよっていう風な形を残して高いレベルで競争していただけるから高いレベルのコンテンツが残って結局 YouTube 本社もその機能を維持できるってことになりますんでねだから YouTube が稼げないってことはないですよ今までの方法じゃ稼げないとかねみんながやり始めたから稼げなくなったみたいなところじゃないですかだから常にまだ誰もが手をかけてないところに行くとかねその一つが徹底的に競争するっていうねそれも やっぱり多くの人がおろそかかにしているとところじゃないかなと一発勝負ばっかり狙ってね、うん、なんかこう、逆転ホームランばっかり打とうとしてるけど、そうじゃないと、シングルヒットも大事だよ、ファーボールでもいいんだよってことかなと思います。い,ってらっしゃい